岸田総理大臣は、自民党本部で開かれた、青年局と女性局の全国大会に出席し、青年局に関連した不適切な行事などを念頭に、緊張感を持って取り組んでほしいと述べましたこの大事な時だからこそ、引き続き緊張感を持って、それぞれの取り組みを進めていただきたいと思っています。 岸田総理は、青年局と女性局それぞれに対し、国民から厳しい目を向けられる事案に直面していると指摘しました。自民党の青年局をめぐっては、露出の多い女性ダンサーを招いた不適切な関連行事が開かれていたほか、女性局に対してもフランスでの海外研修などをめぐって批判の声が上がっていました。